その時ね、お不動さんがね、そいつにね、白い紐をつけてもらった。もうね、最後に見せてもらった。もう火炎の時刻、火炎時刻です。こういうなんか鎌倉、雪の鎌倉みたいなのが、あれ雪だけど、あれが火のなんかこう、なんか燃え盛ってるなんか家みたいな感じです。その中に閉じ込められてる。で、逃げないように紐で繋がれてるの。それずっと、それがご本尊が持ってる。結局、ピーコさんが、ピーコじゃないよ。ピーは、ちょっと小鳥じゃないんですね。ピーコさんが、一生懸命供養して見えるので、そうは言っても供養の力ってすごいんだなって、ね。供養の力って本当すごいね。まあ、過去にもあるけどね、地獄に落ちてる人を何人もぶった切った先祖を、供養の力で助けたっていう、本当に、それ俺もびっくりしたけど。そういうこともあったけど、まあまさにそれですわ。で、そういう供養の力でもって、エネルギーでもって、そういう木はファーって昇天していくんだ、やっぱり。上がっていく。どんどん高く。供養の力ってすごいなと思ったら、それも教えてもらったんだけどね、さらにまた。うん。なんかね、ちょうどね、何あれだよ。ほら、白いさ、紙切れティッシュか、なんか、半紙か。あれこう、で、下からさ、またまたってこう仰ぐとさ、ファーとかなるじゃんか。こうファーってなって、こうって当てるの、これが霊魂。下で仰いでるの、これ供養。もう軽くファーってやるだけで、供養してあげるだけで、ファーって上がっていくわけよ。大きくやると大きく上がるし。ね。だから、地獄に落ちてても、一生懸命、いい子さんが供養されるので、上がろうとするわけですわ。それを上がらないように火をつけられてんのよ。それを見せてもらって。で、苦しいんだ、だから。ね、苦しいの、それ。そいつが苦しい。苦しい、苦しい。で、その苦しみが、ピーコさんに伝わって、もうずーっと胸が苦しいんだよ。もうずーっと苦しかった。で、お滝に一回入られて、ちょっと良くなったんだって。でもなんか芯が取れない。ずっと取れないってことを俺に言ってみえたわ。うん。で、この間、奥までそれやって、そしたら、もう、どんだけって喜ばれて、電話かけたけど、住職ありがとうございました。もうすっきり、もうなんかこう中にあった、こうなんかね、なんかこう、胸のね、こう熱いやつ、なんかこう、むかむかしたやつが、あ、なんとなくわかると思って、俺も、なんかよくあるから。うん。逆流性食道炎かな、俺。すごいなんかむかむかしたと、すっきり取れましたって。うん。もう本当にね、喜んで電話かかってきたわ。ねえ。だからさ、やっぱ地獄で苦しんでる、先祖の中に地獄で苦しんでる先祖がいると、やっぱ苦しみが伝わってくるんだよな、子孫にな。